そんな私が話したいからしただけなんで、聞いてもらってる側だからね。ありがとう、タワーもちゃんとこれでギフトもしっかり止まらず見れます。コメントも、あ、設定で止める、あ、マジでそういう設定あんの？それは見たい、後で見る。あ、ありがとう、しばきんさん、エビさんもありがとう。ツアーにあとじゃ、あ、これさっきもコメントしてくれたやつを2回目やったってことは、私がさっきこのコメントを読んだ時は止まってたんだね。そう、震えてたのよ。けどもう一回やってくれたってことは止まってたんだね。危ない、ありがとう、もう一回してくれて。私はもうね、できたと思ってたからね。ツアーにあとじゃ、おつみちゃんと笑顔になってほしいマントワンでございます。ありがとうございます。めっちゃ一人で喋ったわ、じゃあその時間めっちゃ一人で喋ってた。 あ、パムさんもたまやだ。 ありがとう、一人で喋ってた。 なんか自分はね、わからないの、その止まるタイミングが。そう、なんかコメントがスパって止まったら、あ、止まったかなと思うけど、なんかちょっとやっぱりみんなよりかは反応が遅れちゃうから、そう、タイミング、あ、全然謝ることは何一つないですわ。でも今はもうね、24時間近い放題なので。 みんなどうしよう、私のことを気になってくれてる、気になって褒めてくれてる子が年上でびっくりしたって。 そうなんです、私実は詐欺はしてないんだけど、そうなんです。 詐欺ではないんだけど、そう、実はそういう感じです。 あ、きよこさんも花火ありが、そうなのよ、そう、逆詐欺ってなんていうのか、詐欺ではないんだけどね、悪いこと何もしてないんだけど。 そう、まあね、ちょっと髪の毛を多分染めたりとかなんかね、してないから多分そう見えちゃうのか。そうなんですよね、大人なんです。 でも大人な感じでこのグループに属してないので大丈夫ですよ。この感じ、この感じが好きになったのに、こう、なんかライブ見に行ったらめっちゃお姉さんしてるみたいなことも別に特にない。 このまま このままで生きてる、このままで生きております。でも大人っぽくなってるよね。え、私逆に昔の方が大人っぽいって言われるの。私もどちらかっていうとそっちだと思う。作って一曲演奏するみたいな会があったんですよ。会っていうか発表会みたいな、まあ、簡易的な、その音楽を撮ってる女の子しかいないから、女の子だけの場があって、私お姉、3姉妹の末っ子なんですけど、長女と次女がエレクトーン習ってて、あの2段のピアノの2段みたいなのあるじゃないですか、あって、小さい頃からエレクトーンがお家にあるんですよ。で、長女と次女が習ってるのに、みーちゃん習ってないの？と思われがちなんですけど、私が習おうと思った時に、私兵庫で生まれたんですけど、ちょっと家庭の事情で福岡に一時住んでて、南さんが習おうとした時に引っ越すタイミングになっちゃって、で、引っ越しとかお姉ちゃんたちの小学校の転入だったり、みーちゃんの幼稚園の転入だったりとかでも親がバタバタしちゃって、エレクトーンを習う機会が流れたんですね、私。 そう、で、落ち着いた頃にはなんか私も別にいいやと思って、ママたちはなんか今からでもいいよって言ってくれるけど、なんかいいやと思っててやってなかったんだけど、音楽はすごい好きで。習ってはないんだけど、お姉ちゃんたちの楽譜を見て見よう見まねに実は弾けてて、全然大層な曲は弾けないんだけど、なんかジブリの楽譜があって、私「もののけ姫」が昔から好きだから「アシタカ雪姬」っていう曲とか「もののけ姫」とか、そのままで「千と千尋」のやつとかを両手足つきでその曲だけ弾けるんですよ。それはもう逆に習ってないからこそ、その曲だけに特化してずっと一人でやってて、本当に一人でやってて、だからママとかに
発表会みたいなお家だったら、ママはみーちゃん習わせればよかったねみたいな、こんなに一人であっても弾けるんだもんみたいな感じで言われたから、ちょっと私って抱くとあの弾けるんだみたいな感じのニュアンスの気持ちでいたので、その音楽の 4,5 人のグループのうちの一人の子が私のお家にも来たことあって、みなみがエレクトーンをその子に聞いたことがあるのね。で、私はどちらかというとさっきも言ったその曲、その数曲に特化した人間なんだけど、その友達はみなみが伴奏とかも弾けるみたいな感じのニュアンスで思ってくれてて、その音楽の発表だから一人ピアノで伴奏しなきゃいけなくて、その子がみなみのことを推薦してくれたの。え、みーやりなよみたいな、わしみーって呼ばれてるんだけど、みーやりなよみたいな、え、みーねエレクトーン弾けるからねみたいな、めちゃくちゃ多分みーでいいと思うって言ってくれて、私もなんか褒められて生きてきたからだって先生とかに習ったわけじゃない、習ってるわけじゃないから怒られたことがないんですよ、だって一人でやってるから。だからで、ママとかは両手両足使えるのみたいな、習ってないのにバラバラに手動かせるのすごいねみたいな、私は勝手に私ってやればできる子だと思ってたからさ、あ推薦されたみたいな、でも別にあいいよみたいな、分かったみたいな感じやってたんだけど、その5人組のうちの1人の子がピアノ習ってる子で、え、自分はピアノをやりたいかもってなって、そのピアノやらない子たちはなんかピアノの子たちより前にいて木琴鉄琴とかやらなきゃいけなくて、あ、ちょっとどっちでもいいよって言って、ちょっとね前に立つの苦手だからピアノやっていいって言われて、あ、全然それは良かったか、あ、じゃあ私木琴するわって言って、その子がその子がなんか前に立つのが嫌っていうことで木琴側に、あのピアノがいいって言ってくれたから私は木琴側に行ったんですよ。でその時は何も持ってなかったんだけど、後々もらったあのピアノの楽譜と演奏するその子の姿を見て、あ、私これ弾けなかったやつだと思ってこれたまたま自由に組んだあのチームでたまたまピアノ習ってる子がいたからその子ってなったけど、本当にピアノが誰も習ってないチームにいて、じゃあミーでって言われて、私多分事故ってたと思って、セーフっていう話をなんかね今日ね起きたら思い出したの。なんかピンチだったなって、あれ多分友達とかにも、実はあれ私弾けんかったよなんて誰にも言ってなくて、そういえば私あれ危なかったなっていうのをなんか起きて思い出したんですよそう思い出して、忘れうちに話さんとと思ってそう、結果運がいいすごい大事故だよね、やばいよね、大事故になるところなんだよ、そうやばかった。なんかやっぱり私はもうそのもののけ姫、足高せ、あ、ジブリの曲、あの実家にある楽譜のやつは全部弾けるんですよ。でもなんかそれを言ったら、え、一冊まるまる弾けるのって思うけど、正直あれよ、なんか初歩的な、なんかジブリのもののけ姫のやつでも初級中級上級って多分もう音階の差が違うから全然違くて、だから初級のやつなだけなんだけど、それを弾けるだけなんだけど、習ってなくて弾けるっていうのでチヤホヤされてたからそうでもそれで私は幼稚園の先生になろうとしてたから、幼稚園の先生ってピアノ必須なんですよ。だから高校受験終わって大学と並行して奈良に行こうと思ってて、そうけど前ドルになっちゃ慣れたから、そうその時立てた設計とはまた違う道に来てるんだけどね、楽器をできるっていいですよねそうちゃんとね習おうとしてます。あ、ジンくんも花火ありがとう、そう思い出したその話なんかね、音楽の授業ギターとかもあって楽しかった。そう、友達がすごいロックバンド、ロックバンドが好きで、そう友達が、あのワンオクロックさんいらっしゃるじゃないですか。私ちょっとワンオクロックさんのなんか歴史とかそういうのにめちゃめちゃ詳しいわけではないんですけど、あのルローニケンシンの実写化を、私が高校時代の時に実写化が
公開どんどんされてて全部見に行ったから、それがワンオクロックさんで、その曲だけすごい、あのルローニケンシンの実写化で使われてた曲がすごい好きで、そう友達にずっと弾いてもらってた、その曲だけ。そう、主題歌、マイティロングホーだっけ、違うかもザ・ビギニングと、そう、その数曲だけしかちょっと勉強不足で存じないんですけど、そう、実写化って結構なんかね、ちょっと私みたいな排他的な人たちはなんかちょっと厳しい目でっていうか、なんかどうかなみたいな、ちょっと専門家みたいな顔していっちゃうけどめちゃめちゃ良かった専門家みたいな、よくないよくない、めちゃめちゃ良かった。あのアクションシーンがなんか私の勝手な意見だけどね、個人的な意見で、わなんかあこれワイヤーだーって分かるとちょっと冷めちゃうっていうか、なんかその一気に現実に戻っちゃう、その世界観じゃなくてワイヤー感を感じたら、あそうかこれは実写、あくまで実写化だみたいな感じになるんだけど、もうねルロニケンシンのアクションシーンはもうえげつくて、そう、あそう神木隆之介さんのさ、あの地面をぐるぐるぐるって回ってやるやつとか、メイキングとか見るぐらいめちゃめちゃ良くて、アクションシーンすごいと思って本当にねすごかったの。ちょっと語彙力ゼロでしたが、今すごいしくてない。ツアーは黄色衣装似合う、あ本当、私黄色が好き黄色が、あそう壁走ったりとか、だからね、なんかルローニケンシンは結構実写画界の中でも私の中でランキングもうトップ3に入るぐらいは好きですあ、でかい花火ありがとう。ルローニケンシンのエキストラやった、どこの支援詳しくあなた私のこと褒めてくれるのにこういうアニメの話も合うの素敵詳しくそう、まあそんな、なんか実写が全部を触れてきれこれってわけじゃないんだけど、なんか子役、なんかルローニケンシンは子役の方とかもすごすぎて、あめっちゃ花火ありがとう、すごい、あみんなのおかげでさっき90ないんだったのに70位になりました。花火職人のコンテスト70位です、ありがとうみんなのおかげで70位になる、20位もランクアップしたよ、20位ってすごいよえー私今アニメ全然見てない、呪術を今遅れてアマプラで見出して、そう見たいアニメはいっぱいスクショしてるんだけど、私アニメをやっぱ見るタイミングをなんかスケジュールの設定が下手くそで見れなくて、すごいエキストラ、ガチモンのエキストラ、ガチモンのエキストラって日本語変だけど、すごーい、いいよね。でもルローニケンシン、ルローニケンシンの実写化見たいな、ちょっと落ち着いたらもう一回京都大化編だっけから見直そう。あそう進撃も今見てる、見てる、見たい。でもなんかアニメの漫画の最終話までは進撃見たんですけど、なんか本当に意味わかんないことを言っちゃうんだけど、アニメの最終話まで見てしまったらなんか本当に終わっちゃうと思ってそう本当に終わっちゃうと思ったら悲しいなと思って、 見たいっていう気持ちと本当に見たら終わっちゃうっていう気持ちのせめぎ合いって感じ。私今見たいアニメあったんだけどな、何だったっけな、そう、アマプラ、私アマプラ会員なのに全然見てないから、ただただ月額払ってる人間。あ、下木さんかわいい、ありがとう、うれぴー、今日はね、今日髪の毛ね、実はいつもこのねじってるやつやってるじゃんと思うかもしんない、ちょっと違うんですよ、へい、
無職転生も見たいってずっと思ってるし、増百アニメ化してんだ、知らんかった。キングダムも普通に見たいんだよね。なんか虫の羽音みたいな聞こえたけど大丈夫そう？気のせいか。地獄楽もアニメ結局まだ見てないんだよ。漫画は全部見た。なんか漫画に見て満足しちゃう。で、文豪ストレイドックスも生きてるうちに絶対見るとは決めてる。いっぱいある。最近なぜかめっちゃアニメ見て、何見てるの？珍しい。すごい、ね、プライムさんがあなたが興味のありそうなテレビ番組っていうのでルローニケーション上げてくれて、私の配信見てんのかなそう、プライムさんがあなたが興味ありそうなテレビ番組で一番にルローニケーション、そのぐらい私開いてないよ一回も。配信見てる配信見られてるか見てるかもしれない。あ、ゾン100さすが作画すごい。あ、本当？それちょっと気になるか。青のエクソシストとかも生きてるうちに見ようと思ってるんだよね。生きてるうちに見ようと思ってるものがどん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 生きていったら増えていって増えていって、本当に生きてるうちに全部見れるのだろうかって思いながら生きてる なんか結構メンバーとかはなんかメイクしながらとかご飯食べながらアニメ見てる子多いの。ひなとかもそれで結構いろんなアニメ見てるんだけど、私誰かをそばに感じながらアニメを見れないんですよ。一人で見ないと、なんかメイクとかしたらさ、一人楽屋じゃないから隣の両隣に人がいるわけですよ。別にその子たちもその子たちで自分のメイクしてるし、自分のご飯食べたりとか全然こっちのことは見てないし、何も多分気にしてないんだけど、なんかあんまりなんかここら辺とかで人が歩いてたりとか、なんかそうで、しかもマネージャーさんとかがなんか指示してくれて、何分からエンジンしますとか、何分に1回集まってとかを言うから、そんなにイヤホンの音量も外の音を拾えるぐらいの音量にしとかんといけんから、そう話し声とかも入るぐらい入ってきちゃうから、そうだとしたら家で見るしかないんだけど、家ではちょっとなかなか見るタイミングを逃してて、そう生きてるうちに生きてるうちにおばあちゃんになって見るみたいな思いながら年を重ねているそうなのよ。あなたが興味ありそうなテレビ番組、私あれ見たい、ことのアニメ、ことそうなんだっけ、あれ見たいと思ってるの、おことのやつなんだっけ名前忘れちゃった、おことのやつです。わかるかな、おこと、楽器のおことのやつ、あ、この音止まれ、そうそれ、この音止まれがすごい今見たいなと思って、私結構ね、今見る、今昔のやつだよっていうやつを今見るのがすごい好きなんか暁の夜なんて漫画だったりとか、そうこの音止まれはすごいなんか見たいなって最近思う。誰かまとめといてね私がまとめましょうかああ間違えた、アニメでも今はやっぱり転生ものが多いですね。金魚だ、毎回ちゃんと見つけて返してくれるとか偉くて好き面好き面とどまり女です嘘です、ありがとう、いつもツアー全部ついていくよとのことなのでよろしくお願いします。マッシュルも好き、
の戸田も今もやって、あ、そうなんだ、いいですね。大阪追加公演チケット取り、声がでかい。すごい、初ライブ、嬉しい。大阪追加公演だから29日の方か、そっかそっか、追加になったから今やってるもんね。嬉しい、初ライブ会えるんですね、頑張るね。配信で見てた、配信ってね、なんかわかんないけど可愛く映るんですよそう、だからあれ配信と違うと思われないようにちょっとお肌を整えて頑張ります。あとあれだ、私ファンクラブ始まるんですよ、9月1日の19時から。そう、私はね、あの第1弾のメンバーが始まる時から第2弾メンバーですって言われてたが、実は知ってて、あ、実物はもっと可愛いって、イエーイそう、9月1日から19時からなんと個人ファンクラブがスタートしまする。なんか9月1日の19時から会員になれるのかな、だからなんか早期会員になった、早めになんか先着何人とか月額年額のそれぞれの先着の方に会員証があるので、そう、もともと入る予定だよって方はお早めに、そう、あと、もともと入る予定だったらね、あの後からだとそのやつは終わってしまうのでファン歴1日目だけど、全然ファン歴はそれはなんか長い年数の方とは一緒に積み上げ上げてきた思い出もあるけど、これからの方、これから積み上げる思い出もたくさんありますから、前と同じな年額がゴールド会員証、運転免許証みたいなね、ちょっと名前ちょっと、運転免許証みたい、ゴールドって。そうでね、なんか私本当に秘蔵動画いっぱいあって、いっぱいって言ったらもうすぐなんかなくなっちゃいそうなんだけど、そう、なんかスペサポに載せたらいいじゃんと思うんだけど、スペサポって他のメンバー見れるんですよね、他のメンバーのやつを、ちょっと恥ずかしいみたいなやつがあるんですよそう、そう、ツイッターで公に載せるのもちょっとなーって、スペサポは公じゃないけどメンバーに見られるのもちょっとなーっていう動画があるんですよ。別に変なことしてないんだけど、そう、なんか今村美月と浴衣を着ながらやらかす動画とかこれ本当にいい動画でいつか載せたいと思ってて、じゃこれファンクラブだと思って、とか岩田ゆなちゃんと花だれのミュージックビデオ撮影の時2人で遊んでるやつとか、そう、でもね、配信では多分見せてるんだよ、載せてはないんだよ。え、あれ載せてんだよ、ひなと花だれの、ちょっとなんか予告みたいになっちゃうけど、花だれの MV ってなんか制服のゼッケンで1年生2年生3年生で分かれてて、ひなの方が先輩で私の方が後輩だったんですよっていう動画。なんかひなが何年生、私3年2年どっちかだったけど、まあ、何年生って言って、私が1年生って言って、はい後輩みたいなやつ、あ、インスタストーリーに上げてたみたいそう、全然記憶がなかった、上げてたわ、全然必要じゃなかったインスタストーリーはもう履歴ないからな、忘れちゃうんだよな。じゃあ乗っけてました。まあそれ以外にもありますわ、うん、じゃあ載せれないですね。とかこれは多分誰にも載せてない、例えばね、ちらニャーパッポプリクラ動画、プリクラを撮ってる動画アンコール、あ、本当にいいの、逆にインスタストーリーに一回載せちゃってるのいいの、逆にこれはみんなが嫌かなと思ってやめとこうと思ったんだけど、いいんですか、逆に逆に。あとこれ予告として、スイパラ
スイパラに ST がコラボいた時に普通に自分のお財布からアクリル違う、バッジかなアクリルなんだっけなんかを買ってあの誰が出るでしょうっていう動画を何度か載せ忘れたあげますわとかあるとかパペットカルテットでこれでも本当にのせんサインこれ動画なのにサイン書いてる動画とかお姉ちゃんたちとユニバ行った時これはあのこの後がちょっと特別なんであれユニバ行ってるお姉ちゃんに撮られた動画とかめちゃくちゃあると本当にそう BLT さんで歩き回る私とかえ本当にタイミングを逃しただけあとあの滑り台降りるみーちゃんとかこれはあっちポイントですでもこれあっちが足がちょっと出てすぎて検閲止まるかもこれ乗せれなかったら検閲だと思っててあとシーソーするみなみちゃんとか本当にいっぱいあるのなんかね動画撮ることに満足しちゃってねそれこそにゃっぽっぽのこれも動画止めて旅行の動画とかそうめちゃくちゃあるなこう見るとそうっていうのをこの場を借りて今こそ大放出できるやんと思ったので載せていきますとか1個前のアーシャの動画とかもなんで載せてないんだろうね本当に意味わかんないなぜ載せていないんだ理解ができません何のために撮った動画なんだえこれもこれ載せてないこれ多分載せてないし多分ファンクラブだと載せないと思うんだけどあのチャートへの秋田のなんか秋田ツアーありがとうとかこれはもう秋田ツアーありがとうだから載せないから見せるけどほらなんで載せないんだろうねなんであじゃあこれひなげたくてアップしてきたんなんで載せないんだろうっていうっていう動画が本当にいっぱいある載せてあいいの今見せちゃったけどしかも秋田さんありがとうってやつなんだけどそうなんかねえしかも髪の毛短いこれあホットも高画質あ本当っていうねなんかめちゃくちゃあってそういうそう今村美月さんとヘタレのジャケ写で羽飛ばしてる動画とかなぜのせんサカグラの娘でなんかランウェイしてるランウェイしてたりねいっぱいあるねこう見たらっていう感じの動画でもね逆に動画はめちゃくちゃあるんだけど私写真を全然撮らなくてあるだけの写真をメール SNS とかにあの載っけてるから写真が逆にないあかりのにゃーぽっぽ旅写真あってあそれ私違うやつなのであかりのやつに入ってる方も別それら違うので私の携帯で撮ってる動画なんで送ってんのかなそれ載せられたらちょっとあれなんだけどでもまあまあねえとあかりの会員がかぶって足りもすぎるかぶってないと思うのでそうだからね写真がないなってはすごく思ったしかもこういう風に載せてない動画を見返すと結構一緒に撮ってるメンバーが卒業してたりとかして載せれなくなっちゃっててもったいないよね
私逆ににゃぷぷは写真ないかも。動画はめちゃくちゃ2人が歩いてるの後ろで撮ってたりとかする動画とかだけ。もうお父さんが暗闇歌ってる動画とか本当は載せたい怒られる。あちょっと聞いてみようお父さんが私の STU 楽曲暗闇を歌うと載せないよ絶対載せれないけど。聞くパパの声なんかバンされる男性の声だから可愛いよ歌えてないから聞こえる違うんですリズムほら絶対撮ってるやろなんて。あやばいやばいお父さんですこれ。でもお父さんっていう証言ができないのか危ないのか。あお父さんですイケボすぎ嘘お酒飲んでるよこの時。私いないんですよ。なんか家族でカラオケ行っててお姉ちゃんが隠し撮りして私に送ってきた。怒られる、バンされる。キャー。お父さんに言っとくわ。私本当お父さんの声をイケメンだと思ったことがないんだけど。でもこれね、酔ってる時だからちょっと声違うよ。私って本当に意味わかんない。歯磨きしてる動画がある。どういう感情で動画撮ったの？なんでこんなボサボサで。懐かしい。タイの動画とかも全然載せてないよね。めっちゃあるわ。だから、ね、動画はめっちゃあるので、写真を9月1日までに撮らなきゃ。今日は別に撮ってないかもしれない。やばい。違うの、あのね、コンテンツがありすぎて、もうね、インスタ、ツイッター、メールにも私もともと撮る量が少ないとは全部載せちゃってんだよね。そう、全部載せちゃってて写真がないんで。今思い出した、その提出物があったんだ。解説までのファンクラブやらなきゃ。あ、画角違いとか、あ、それいいんですかね。私もうファンクラブとかいうもの初めてすぎて。そう、でもなんか全然想像はつかないんだけど、そう、ちょっとコンテンツが多いからこそどう使い分けていけばいいのかなってちょっと悩んだりもするんだけど、でもまあ最初はちょっと動画、載せれてない動画載せていこうっていう感じ。でもあのやっぱファンクラブが始まって嬉しいのは、そのソログッズがあったりとか。そう、メールにも載せてないやつ、それは結構今の段階でも頑張ってたりする。メールとかぶってる時は事前にメールに書く、 SNS へ載せたやつだけどごめんって。今もやってる。たまに分かんなくなっちゃうけど、ファンミーティングとかも結構ね、8月に始まったメンバーが8月中にファンミーティングやってるから、じゃあ9月中なのかと思って、でみんな1時間やってるか、1時間何するんだって思ってて、結構今ファンミーティングやってる子たちの話を聞くと、本当に結構メンバーの主体性に任せて
やつっぽくて、メンバーがお願いしたいとかこれしたいですって言ったら揃えてくれるし、いや何でも許可取っていくやらせてくれるけど、それ以外は本当にもうなんか自分で言わなきゃ何も決まらない、本当主体的なやつだから本当に考えた方がいいよってすごい言われてて、あのあかりんとかにオッケーってなって、そうで、なんか広島は佐竹さんがいて東京はベートーベンさんがいてとか、そう私もどちらかお二方がいるのかそれともいないのかそうまたまそのお二方とは違う方がいるのかとか全く分かんなくてそうね、結構私なんかアイドルとしておいなんで一人で何かをするっていうのがドキドキの活動なので、ちょっと事前に準備をめちゃくちゃ しなきゃっていう緊張しいで、そうねえ、そう一人でカメラに抜かれたらわたわたしちゃうみたいな致命的そうだから頑張らない、でも南にしかできないことしたいなと思うから、あなんか歌とかもやりたいけど、そうやって南といえばっていうアニソンとかだったらやりたいなと思うし、けどね、なんか声とかアニメとかそういうのも活かした何かを、あお誕生日会ね、10月だったら確かにお誕生日会でしょ、みんなプレゼント持参で嘘だし多分許可もらえへん嘘嘘あ確かに10月だったらね、生誕祭とは別にみんなファンクラブ会のみんなと誕生日パーティーってチャン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 って、で私の誕生日会だけのこれまでの日頃の感謝を込めてなんかプレゼント、私がみんなにプレゼントしたい、ビンゴ大会とかしたいかもそうジャンキン大会とか、なんかいっぱい楽しそうだね、なんか一人で考えた時は、一人で考えてた時はすごく何があるかなってちょっと分かんなきゃったけど、配信でやってみたらみんながコメントでこれはとか案くれるから、あ確かに みんなの意見とプラス私のこれのやつ合わせたらよりいいのになるかもとか思ったらなんか楽しくなってきた、何も決まってないんだけど何も決まってないのだけど楽しくなってきちゃった。これまでのタワーのお礼の手紙渡したり、渡したいけど何枚かは残しときたい、私も手元に、でもそれなんか投げてる人前提みたいになっちゃうね、あコピーしたーね、確かに原画はあげませんね、めっちゃコピー大変そう、私だってコンビニにもあのコピー機ないからコンビニに持参しなきゃいけないからずっと1時間くらいそこ陣取るんじゃない、ウィングじゃん、ウィングじゃん、ウィングじゃん、こっちか、でも逆にあの何の逆にだって感じ、内部のイベントのやつは全部あげたいんだよね、内部 の, あのイラストとかもさ、そう内部のやつは全部あげたかったりする、なんか誕生日とかのやつはこっちもなんか思い出としてちょっとなんかね、内部思い出じゃないからそういうことじゃなくてそれ嫌な意味ではなくて、写真撮ればいいんじゃない、写真はだって載せてるじゃないですか、私も事前に SNS で、それと変わらないものになっちゃう、写真撮ってもう SNS に動画としてちゃんと一人一人秒数3秒ぐらいピッて止まるやつで載せてるので、 Twitter にもストーリーのもの載っけてるので、それと変わらなくなっちゃうか
それだと会場でもらえる人ともらえない人じゃない？まあね、別にあるよ、今は別にこれで決めるなんて感じじゃないから。案は何個でもあったらいいねってだけで、別に多分の俺あげるがダメでもじゃあ何あげようっていう風になるだけで、その案がいいねっていうだけなので良いかなって感じ。私物サインあげれる私物別にないんだよな。あげれるサインがない。あたりあげれるサインはある。あげれる私物がないかも。私あの物欲がなくて、今持ってるものがもう必要なものしかないの。あ、こっちの私物でさ、すいません、勝手になんか勘違いしました。あ、全然足りたいかも。私が勝手に私物あげようとしてた。来た。でもね、担当のマネージャーさんがそういうのはすごい親身に聞いてくれる。2人で9月のなんか前半とかまた別件で話す機会があるから、その時とかにも話してみようかな。靴下もらえるなら靴下も絶対なんだけど、靴下とか私ただでさえ靴下なくす女なのに。確かにイベントは一回きりじゃないですし、たくさんあんだし、確かにね、いろいろ考えるの楽しい。上映会でもなんか声を使った何かとかもすごい思ったりとかもするけど、難しいね。なんだろう、そう、なんかアフレコアテレコとかも考えたけど、フリーの何かが必要になるなとか思ったり、歯磨き解説会。私これ幼稚園のなオープンスクール、違う、オープン、あの教科実習なんだ、あの実習、幼稚園の実習でやった歯磨き、幼稚園の先生のあの学校だったからやった。大きい訓練を持って、大きい歯ブラシを持って子供たちに向けてやった、それ以来子供たちの次の2回目は大きい大人たちに向けてやった。そうね、アンバサダーの前にやってました。あ、朗読もね、そう、本当に朗読、アフレコ、アテレコ系は私も頭にはあって、でもそのフリーの何かがやっぱ必要になって、でもなんかフリーだからといって何でもいいわけじゃなく、何かちょっと関連性があるのがいいなとか思ったりとかしてたりとかも、それもまあ要相談って感じですね。楽しいね。私なんか動物と触れ合えた個人的なんか、私膝に猫を寝かしときたい膝にずっと撫でながら、まだも確かに動物。え、姫線ツアーしたいけど多分中だろうな、それは。外で何かはないと思う。そう、猫カフェでファンミーティングはね、猫アレルギーとか動物アレルギーの方がいるから、それはちょっとで大変だからやめとこう。事前にアレルギーだからやめますってファンの方に言わせちゃうのもなんか嫌だから、寂しいし、違う場所だったら行けたのにって思うからね。それはもう夢ただの夢
みーちゃんご飯食べなきゃいけなかったよ。あ、1時間経っとるやん。